こんにちは。はい、もうね、にやけない。もうね、IW なんですね、今回も。相棒が。もうにやけてるわけですよ、このカメラの向こうで。まあ、本当に、いいんですけど。まあ、おかしいですよね、これね。はい。今日ご紹介するのは、こちらの、スプリングウォークスのですね、子供用のキャップなんですよ。なんで、こういう状態で、後ろ全外して被ってもですね、ちょっとおかしくねっていう。話では、にやけすぎ、お前。でございます。はい。でね、後ろ側はこれね、パリっていう、なんていうの、マジックテープ式でございますよ。はい。なんで、結構、フリーサイズでですね、いけるんじゃねえかなって。まあ、ちょっとギリギリ俺でも、ほら、いけるかな、みたいな感じなんですけど、まあ、情報は少ないんですよ。この人に関しては。おそらくですね、ここからおそらく話でいい、はい、おそらくですけど、メイドインサウスアフリカですよ。で、おそらくですけど、コットンです。で、書いてないんですよ、情報が。ないんだけど、オフィシャルライセンスドプロダクトっていうのはもう間違いないんですよ。サウスアフリカのね。で、こう刺繍でね、スプリングウォーク刺繍で入ってますよ。で、まぁ、ちょっと頭頂部のここはね、いや、またちょっと金属使われてるんで、ちょっと金属アレルギーの方はごめんなさいっていうやつですね。まあ、子供用のキャップなんで、僕が被ってもしょうがないわけですよ。そうだね、うちの男もかぶってますけど、やっぱ大人用のキャップってまだでかい、小学生とかでかいじゃん。だから全然これ子供用には全然いいんじゃないかなっていう気はします。そしてここ後ろ側がね、このやりやすいやつなんで、ほら、なんかさ、これはまだいいけどさ、なんかなんていうんだ、ベルト式みたいなのあんじゃん。あれちょっと厳しいじゃん、はい、子供じゃ次厳しいよね。これの方が絶対楽だよね。なんで、まあ、だけどどうだろう、これは俺でも入るっちゃ入るけど浅いよね基本ね。だから、まあ、いや俺が何が言いたいかというと、子供だけじゃなくて女性とかね、頭の小さい方とかって思ったけど、そういう問題じゃないかなっていう。ちょっと浅くて唾がちっちゃいのかなって、まあ子供ですからねっていうわけでございます。で、ありそうでなかったんですよ、これ。こちらの商品、子供用のボックスのキャップなんて今残ってる。ねえねえ、アシックスの大人用ばっかりだったね、はい、で、あ、そうそう、だからここだけ話しちゃうわ。こういう時言ったじゃん、こういう時に俺はここだけ話とかね、裏話すると、結構ちょっとオールブラックスとかも、ほら、子供用のさ、なんか服とかさ、はい、子供用のキャップとかあるじゃん、はい、だけどさ、みんな察しの人は思うと思うんだよ。だってさ、アディダスがオールブラックス契約してるのになんで子供用さ、アディダス入ってないんですかとか。で、これもそう、アシックスが契約してるのになんで帽子、子供用の帽子には入ってないんですかっていう人いると思うんでね。で、実はライセンスって、まあ、裏情報、ここだけ情報だよ、ここだけっていうか、まあまあ裏話ね。アディダスとかも相当こうやってるんだけれども、大体あとメンズアパレルって言ってさ、大人用のところは全部アパレル、もうアパレルっていうか服というものは全部アディダス、例えばオールブラックスだったらが確定してるの。だけどそっから例外があって、キッズとかベイビーを除くっていう場合が多いんだよね。で、キッズとベイビーを除いちゃえば、その人たちに対する帽子とか服とかに関してはアディダスじゃなくても作れちゃうんだよね、オールブラックスに関してね。で、おそらく同じことが、サウスアフリカにも言えていて、基本的にアシックスが全部ライセンス持ってるんだけど、おそらく、キッズとベイビーを除くになってるんだと思うんだよね。で、もちろんキッズとベイビーはアシックスとかアディダスとかも作るわけよ、自分たちも作るんだけど、そこだけエクスクルーシブして、全部独占じゃないっていう契約になってると思うんでね。だからこういうグッズってのが出てくる。で、もっと言っちゃうと、それで、グレーなのがバッグとかあるじゃん、カバン。カバンも基本的にはリュックとかさ、ツアーバッグとか、あれ全部アリダスとかアシックスが作ってるんだけど、実はビジネスっていうのが除外されるパターンが多いんだよね。ビジネスバッグにすると、作れちゃったりとか。で、例えば面白い言うと、アディダス、オールブラックスがんじがらめ全部持ってるけど、でもさ、アディダスじゃないさ、キッズのさ、バックパックとかあるじゃん、はい、キッズバックパックとかさ、あとなんかビジネスバッグとかあるじゃん、あれ斜めがけ、あ、そうそうそう、ウエストポーチとか、はい、ああいうのはさ、アディダスじゃないけど作ってるじゃん。で、ああいうのがちょくちょくあるで、それはもちろん全然グレーとかダメとかじゃなくて、契約でそうなってる場合が多いので、まあ、両方ある。で、バックパックに関しては2種類あったりするわけよ。オールブラックスのバックパックもあるけど、あ、アディダスのバックパックもあるけど、アディダスじゃないバックパックもあるよみたいな世界がちょっとあると。で、そういう時は大体商品タグとか見てもらうと、ビジネスとかね、キッズとか、ベイビーとかって
ついてる場合が多い。つけて、通している。でもさ、ぶっちゃけちゃうとさ、帽子なんてさ、まあ、これはこう見た目わかるけど、もうちょっと大きく作ってさ、キッズキャップって書いてあってさ、わかんないっちゃわかんないよね、正直な話するとだよ。だからこれなんか別に本来であればこの辺にアシックス入ってなきゃいけないんじゃないって思うけど、まあまあ入ってないのは、キッズとかベイビーというあのカテゴリーで作ってるということがありますと。まあこんな話が必要か俺らしかそんな、なんかときめかない話かもしれないけど、こういう話が大事なんですよ。ライセンス業界ってそういう風になってますよって話ですよね。やっぱまあ大きいとこだとオールブラックス、ワラビーズ、スプリングボックスなんかそうだけど、どうなんだろうね、ジャパンとかってそういうのダメそうじゃない、なんとなく。そうですね、見たことなくない、ジャパンのさ帽子とか見たことなくない、あのカンタベリー以外で。日本だともうそこ以外だともう偽物みたいな。あ、昔ねあったんですよ、昔。まあこれだけもう一個終わった話がいいんだけど、サンウルブズね、うちがライセンス持ってやった時に、雨具とかもうち、あ、雨具っていうかいろんなグッズのライセンス俺ら持ってたので、アパレルはダメよって言われてたわけ。あのカンタベリーさんがアパレル持ってるからダメですよって時に、俺たちはこういうの作りたいよっていっぱい出した時にポンチョがあったのよでポンチョは向こう、あ、カンタベリーさんの言い分化すると、ポンチョはアパレルに入るからダメですよと。あ、そうなんだと。え、雨具じゃないですかみたいな話があって、いやもうなんか手を通すものは全部アパレルです、この謎の見解は。あ、そうなんですねって。いや別にいいでしょ、知らなかったから別に。なんかですごい怒られたんだけど、でもよくよく考えてみると、私たちが言われるんじゃなくて、このサンウルブズさんにあの商品リストを提供して、これ作りたいんですけどいいですよって言われたから作ったわけじゃん、勝手に作ったわけじゃないじゃん。なんかしなきゃ俺たちがこっちから怒られるっていうのが謎のね現象もありましたけれども、それぐらいですね、このライセンス業界ってうるさい。やっぱ当たり前ですけどね、もうその権利を守るわけだからうるさいのは分かるけど、裏ではこういう、グッズね、あのキッズってつければ OK とかさ、ビジネスってつければ OK みたいなのがあるっていうことだけでもちょっとね頭に入れていただけると、これから先ね、いろんな商品出てきますけど、あ、これはこれなんだななんつって分かるんじゃないかなというふうに思っております。はい、何なのちゃったっけ。そう、今回ご紹介したんですよ。はい、サウスアフリカね、スプリングボックスの子供用のキャップのご紹介でございました。はい、よろしければ下見てみてください。